What's up? DJ ミカです。今日もスーパーマリオワールド続きをやっていこうと思います。それではレッツゴー。ウェルカムバーク DJ ミカバッカゲンです。バニラドームやっていきたいと思います。すごい久しぶり。前回のドーナツ平野はどんな感じでした？ちゃんとうまくできてたかな。ここもすごい久しぶりで、あ、この青いコーラすごい好き、取っておきたいな。あ、何やってんだ。じゃあファイヤーを取って、あ、そうだ、また忘れてた設定、なんかスピンが A なんですよ。スーファミって A じゃなかったですよね、確か。あ、え、なんかだいぶ見てて痛々しいですね。ほう。じゃあ上と下どっちから行きましょうかね。とりあえず羽がないから普通にゴールします。っていうかスーパーマリオワールド、このオリジナル方のオリジナルの方ってタスジャンできるんでしたっけ。なんかマリオメーカーでできてましたよね。確かスーファミじゃできなかった記憶があったような、ないような、どうだろう。どうだろう。なんかマリオメーカーの時ってこれでもコイン取れるんですよね。なんかだいぶ違う。例えばドラゴンコイン集めてたっけ、もう全然覚えてない。まあゆるく適当にやっていきましょう。これ確か取れるんですよね。よいしょ。ほ、さあ取れるかな、久しぶりすぎ。ペア、おっと、そう来るか。あ、これ戻っちゃうんだこっち。よし、おっとっと、絶対来ると思った。こっちでも後ろ行っちゃうな。後ろ向きだったらよかったのかな。そうだよね。あ、それでもダメなんだ。へえ。はい、お疲れ様でした。やっちゃったぜ。あれ、もしかしてもう終わり？あと1個取れ、あっと、取ってなかったっけ。取って、取ったっけ。あ、下にあるじゃんね。じゃあ下から行きましょうか。また微妙だなこれ。よいしょ、はい、オッケー。危ない。よいしょ。クリア。じゃあここから行ったんで右側から行ってみましょうか。全部入るかな。赤のスイッチは取らないよ。スーファミのコントローラーにも慣れてきたっていうのかな。久しぶり。あれ、ドラゴンコインってさ、都内でもいけたっけ。違う、都内でもいけたんじゃなくて、全部普通に道に行って取れたっけ。覚えてないな。で、こっち落ちてくるんだよね、あんまりぼーっとしてると。おや、上から来ないでよ。ドボン、ほらね、これは記憶にあるよ。
ドラゴンコインって、あう、いいのか。ドラゴンコインって、ドラゴンコインって、あーいやー取っちゃいやー。よいしょ。なんか今ほとんど自動だったんだけど。まあこれはまだ取んないで。これで4個目でしょ。でもクリア、もしかして。なんかドーナツ、危ねえ危ねえ。ドーナツヘアのさ、何をやっているんだ。ドーナツヘアのさ、ダメだね、ないよね。あっぷー、死んじゃった。じゃあバニラドーム2もう一回行ってみよう。どうしようね。まあドラゴンコインは場所分かったから取らないで行くよ。じゃあちょっと倍速で行ってみよう。レッツゴー。なぜ破ってくれないのかな。わっ、おお、お、さあクリアしちゃいましょう。引っかかっちゃった。はい、オッケー。さあバニラドームのお化け屋敷行ってみましょう。お化け屋敷。おっとっと、おっと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 。じゃあ今度こそドラゴンコインを集めていこうかな。今一瞬見えなかった。ほっ、ここどうやってクリアするんだっけ。なんかあったよねここらへん。あっ、そんなことを言ってる間に、なんかあったよね。なんだっけ、忘れちゃったわ。なんもないね。これあったのってどこだっけ。あったっけ。まあ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 、ほい、おっとっと、ピヨーン、じゃん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 、ほほうほうほう。また微妙な位置に来てるね。一気に行けなかった。はい、次。あ、これか。これ一個挟まれるとこあるよね。スピンジャンプで乗れないのがきついところ。この次だよね、挟まれるの。この次っていうか、あれなかったっけ。あーっとクリアだっけ、これでクリアだっけ。あー、ドラゴンコイン取れなかったね。もう面覚えてないよ。うん、まあネバーマインド。今日はこんなもんかな。おっと、ボロボロじゃん。ちょっとこっち行ってみようか。これで裏道行っちゃったら意味ないんだけど。
ね。じゃあ取っちゃいますか。ほい、ここが赤スイッチの鍵。っていうか5個集める予定は？はあ、バラバラじゃん。